moments are the important moments that connect us. 杞憂名古屋。皆さんこんばんは。3月19日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから、今日はですね、杞憂名古屋プレゼンス滑りナイト、今夜は滑り税理士が主役だぜ、1時間スペシャルでございます。あのね、今日は本当にですね、あの皆様が期待しているようなね、まあ、滑るということはね、滑り税理士先生もですね、まあ、きちんとしたお話をね、していただけると思いますので、まあ、王子もですね、王子もですね、それにお答えしてですね、真面目な話をしちゃいますよ、滑り王子バスマンでございます。はい、今日職場で5人ぐらいですかね、なんか、ああ明日みそさん明日お休みで嬉しいですね、嬉しいですねって言われたんですけど、なんかね今日全然夕方嬉しくなくて、なんでかなって思ったら、まあもちろんね、お彼岸ですので、いろいろまあ家のこともありますけれども、そうでした、なんかね不安がいっぱいで、番組に挑まなきゃいけないなっていう思いがちょっと心重くしてたのかなって思う、味噌煮込みスキーと、確かに今日はですね忙しくてですね、年度末ということもあったんですけども、まあ、忙しいとですねどうしても気が立ってくるんですよね。さらにこの今日の今夜の滑りナイト、もう本当にね年度末のこの忙しさにとどめを刺すようなとどめさせる企画だなと思って、とてもあまり気分よろしくないダンサーズそしてこんばんは、皆さんこんばんはこんばんは、確定申告が終わりまして、あっという間なんですが、全然、休むこともなく今日本番を迎えております。滑り税理士こと税理士法人ベスタックス、代表の税理士山中でございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。もう自己紹介まで挟んでいただきました、ありがとうございま す, あいます。あの山中さん、何か抱負などございますでしょうか抱負、はい、この滑りナイトに対しての抱負ですね。いろいろな前評判は聞いておりますけども、はい、今日は1時間こってりたっぷり王子を堪能しようかと思っております。おだまり。あのね、滑り先生、今日なんかね声すごいいいよね、はい、なんか声優さんのようだよね、なんかもうなんか、なんかのね、あの CM をさ、の声を聞いてるような感じでね、はい、もう僕も王子、うん、王子の声大好きです。あら、そうですか、ね、はい、あの本当なんだ、クレジットの時とかの王子の声がいつもダンディで、え、ダンディ、あのね王子ね、あんまり自分の声好きじゃないんですよ、はい、え、好きじゃないんですよね、だからあんまりね、うん、聞き返したくないっていうね、自分の声があんまり好きじゃないっていうね、いや、うん、でも今日はね先生特にあれですよ、いい声ですよ、ありがとうございます。なんかあれなの、イケボ対決で来たと思います。あれじゃない？なんかちょっと高級なこののど飴でも舐めてさ、うん、なんかこう喉の滑りを良くしちゃってんじゃないのかなと思って。ふざけるな。はい。つるつるいきますよ、つるつる。はい。お願いします。ここで滑りナイトの説明をします。今夜は特別企画になります。基本的に滑り王子マスクマンと滑り税理士山中さんの滑りクロストークが始まる、そしてクロストークする60分になります。危険または耐えられない状況になった時だけ味噌煮込みスキーとダンサーズが入ります。今週のテーマはフリーです。滑り王子へのクレームクレームクレームをお願いいたします。
メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル8と入居者募集中名古屋熱田トッペロン名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓アートワークウェブサイト FMJG 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田おやつと軽食の店夢屋経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人。あれどうした？どうした？大丈夫ですか？ちょっと待ってくださいですね。これはですね、はい、今日のためのですね、はい、スペシャルなあれなんですけども、はい、ちょっと待ってくださいね。ん？何が起こった？ですね、うん、大丈夫？ちょっと王子ちょっと緊張してない？うん、違う緊張しまくりなんですけども。うん今日のですね、はい、あのスペシャルゲストのねベースタックス様はい、次はですね、個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさんグランレーナさんこちらの提供でお送りいたします。私ども東海共和の国内物流部は名古屋から北は北海道南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らしお客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとしてお問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん今すぐ052-653-0071052-653-0071までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス。お部屋は全室個室。プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キウナ名古屋。はい、
たくさんねツイキャスでね、うん、いろいろ来てますよコメントが。ほらもう来てるの。はい、いっぱい来てますね。高坊さんがね、確定申告な税理士の山中さんの申告がね、うん、あれなんですよ、深く刻むの申告の問題の申告になってます。そしてあの、うん、アンツバさん、はい、今期最後の大寒波接近してるかも。ちょうど寒くなりましたよね。でも本当に実は明日結構な風が吹く予定なんですよね、はい、寒い風がね。沖縄も、ね、風強いですね。ね、ね、もう名古屋はね、うん、もうここ旧名古屋スタジオはもう今晩から吹いちゃうね、うん、あ、そうなの。あのですね、はい、先生お元気ですか。はい。あのですね、急に振らないで急に、うん、あの今のね、うん、あの提供クレジットがねちょっとね、混雑しましたけども、うん、これね、あの王子こう貯めていようと思ったな。あのね違うんだよ、うん、あのね、あの本当にあのベスタックスさんのところにね、あの、ね、夜のお店王子のお部屋って書いてあるから。え、本当にそれと思って、おだまり今日なんか変えてるじゃんと思ってさ、びっくりしましたね。あのちょっとそれをね、急進とちょっと滑ってたよね。そうだからね、うん、あれこれ違うじゃんと思いながら、うんうん、ちょっと私も どうしたのかなと思って動揺したんだけど、そこをお茶目にしないでと思いましたよ。夜のお店王子のお部屋って何って思うからね。それはちょっとやめてよと思いながらね、失礼いたしました。もう最初からね、うん、もうこういうコンセプトがね、もう滑りナイトになってますので、はい、もうどういう加減かね、もう王子を滑らそうと思ってんじゃないのかな、みんながね。いや、そこに引っかからない王子が素晴らしいんだと思います。いや、もう本当にびっくりしちゃいましたけどね。もうはめられた王子、ブレンバスター食らったような気分ですよ。おだまり本当に、うん、もうもう初めからですね、もうこんな出だしがあるっていうね。うん、でもちょうどよくさ、最初にですね、滑り先生いい声聞いてね、気分が良かったんだけどね。一気に止まりましたね。一気に止まった、はい、本当に。もうスノー王子に戻っちゃいましたよ。ね、うん、こちらもですね、その心構えでね、はい、いたんですけど、まあ皆さんですね、今日ね、今日なんかでも9シートちょっとね、やっぱりイレギュラーなんですよ、いつもより。だってあれでしょ、滑りナイト仕様だから。だからかな、だからでしょ。ちょっとね、私もあれと思って動揺した、動揺した。だからなんかそこ面白くね、なんか王子を滑らそうかなと思って、そんな企画になっちゃってるのと思いながら、はい、うん、だけど今日はですね、まあ先週もちょっとね、皆様にお伝えしましたけども、まあ税理士先生とですね、まあ一杯飲んだような形でですね、居酒屋トークみたいにね、まあ、いいですね、うん、まあ、そういうトークになりますので、うん、まあこう滑るとかですね、うん、まあ、そういうような寒くなるようなお話は一切ないと思いますので、はい、うん、ね、ちょっとそういう形でね、お願いしたいなと思いますね。今日も冷えるわね。ほらもう冷えてる冷えてる。ですね、もうヤスさんからですね、早く滑ってくださいって言われましたけども、はい、うん、そうなの、うん、結構ねこう、うん、王子と喋ってるとね、ちょっと真面目になっちゃう時ありますからね。そうなんですよ、もう真面目な話ですよ。ね、ですね、はい、まあ今一つね思い出しましたけども、こう、ちょっと前にですね、ヤスさんにピンチヒッターをやっていただいてですね、まあ王子、まあゲストではないですけども、で滑り先生とですね、ヤスさんと私でね、まあリモートでね、やった回がありますけども、ありましたね。その中面白かったですね。面白かったですね。はい、特にですね、で滑り先生がですね、ヤスさんにね、フェイスロックをかけた時のね、ヤスさんのね、ちょっとこう苦しそうな、なんかちょっとこうね、はっきり言いますけど、ちょっとこのエロティックな感じがね、もう王子ね、王子ね、たまらなかったもん。もう本当に。おだまり。もうね、それ皆さんね、見ていただいたらね、この、まあ、ぜひアーカイブでね。そうそうそう、はい、そうですね。こう3人で和気あいあいとね、お話をしてた時がね、よく分かると思うんですね。
王子もなんかね、お酒飲みながら、色付きの飲み物飲みながら、そうなんですよ、はい、大人の紅茶っていうね、あものを、ね、大人の紅茶飲んでましたけど、ただ皆さんがですね、顔が赤くなってるから、うん、本当に飲んでるんじゃないのっていうね、うん、本当は飲んでてね、喋ってるんじゃないのっていうふうですけども、まあ、あの時はですね、もうね、いろいろこうね、パワー全開でやってますので、はい、それはまあ血圧は上がるわ、血糖値は上がるわ、もう本当にね、もういろんな数値が上がった時でございますね。血糖値まで上がってるの？そうですよ、いろんなもう数値が上がってる時ですから、それは顔もね、赤くなりますよ。まあ、でもやっぱあの時に本当、ね、ダンサーズさんとみそにさんとのこの3人のこうトリオっていうのは素晴らしいなと思って、はい、いつも見てましたけど、はい、それは思いましたけども。いやでもね、はい、いやなんか王子をね、なんか独り占めした感じでちょっと贅沢な時間でした。いやいや、まあ、あの時はですね、本当にリラックスしてね、お話をさせていただきましたんで、はい、もう本当にね、王子もね、お二人とね、お話ができて、それもですよ、リモートで顔が出ちゃってますからね。そうでしたね。うん、ただあの時にね、はい、もうちょっとね、おしろいをちょっとね、パタパタやればよかったなと思いましたね。王子、うん、滑ってます。ね、こうちょっとつけまつげでも、ちょっともうちょっとね、アイシャドウを入れたりとかね。王子、昔の、ジュリーの感じでね。オーヤンフィーフィーみたいな感じでね。そう、はい、まあそこまでいったらすごいですね。もう、ね、パッツンパッツンっていっちゃってますね。もう、はい、おだまり。もう本当にね、それぐらいね、テンションも上がってお話をさせていただきましたけども。ですね、もうただね、ちょっとお伺いしたいなと思ったのは、これ全然ね、こうお仕事の話とかは全然違いますよ。王子の好きな方のお話ですけども、はい、やっぱり、ね、はいはい、もうお仕事をね、終わって、お疲れになった後、ちょっと街の中で一杯引っ掛けるとかね、まあ、そういったこう、はい、イメージがあるんですけども、先生に対してですね。はい、大体ちょっとそんなような感じで、くつろぎになることはあるんでしょうか。あ、いや、ちょくちょくありますよ、仕事終わって。うん、はい、いいですね。だからね、もう本当にね、そこのね、まあ、焼き鳥を食べながら、ビール飲みながらね、はい、で、まあ、2軒目に行って、まあ、ちょっといいお酒を飲みながら、あら、まあ、こっちにね、可愛いお姉さんいるじゃないですかみたいなね。王子が好きそうな、あれですね。そうですね、だからもう本当にね、はい、そういう雰囲気でね、今日はね、はい、お話をねさせていただきたいなと思いますので。どういう雰囲気なんだ。どういう雰囲気。ええー、だからまあそれぐらい、なんていうの、こうリラックスしたね、うん、いつもならね、はい、一応このゲストの方なんかの時はドキドキする時あるんですけども、ん？何を？今日はだからそれぐらいねリラックスしてですね、はい、リラックスした感じ、あ、うん、いいですね、お話がね、はい、本当にね、はい、ちょっとみそちゃん一杯持ってきてみたいなね、そんな感じでございますんで、はい、うん、できることならね、だし巻き卵をちょっと一つだし巻き卵な、お願いしますっていう、お引き取りください。でこう半分ずつね、先生もどうぞ、はい、半分食べましょうみたいなね、そんな雰囲気でね、お話がしたいなと思いますけどね。海ぶどうが食べたいですね。いいですね、海ぶどういいですね。いいですね、海ぶどう食べながら、まあね、つまみながら、はい、うん、だからね、まあこういうお話をね、まあ、したいなと思いましたからね、本当に、はい、ただまあ皆様がですね、この滑りナイトはに出ていただける方のこと、皆さんね、チャレンジャーとね、言われてますけども、全然そうじゃないですよ。逆に王子がこうチャレンジしたいなっていうね。いやいやいや、むちゃむちゃ今日チャレンジャーな気分ですよ。そうなんですか。でもあれ、滑りナイトって今半年に1回ぐらいですかね。そうですね、なんか、うん、ちょっと間が空きました、ね、ですよね、うん、はい、そうなんですよ。カープボーイさんが、これラジオで流していいものなの？だから普通のただの井戸端会議っていうか、ただの2人の会話聞かされてるっていうだけのことっていうか。その通りですね。そうだよ、はい、だからね、居酒屋トークってさ、うん、もうそれぐらいのね、気持ちで今日は本当にリラックスしてね、はあ、お話がしたいと思ってますんで。あなたね、さっきからリラックスって何回も言ってるけど、うんうん、こっちリラックスできないんですよ、うん、本当リラックスできないよ、うん、緊張感ありますよ。緊張感あるの、はい、じゃあまあいつ止めようかな。あ、まあ、そういうことであるならですね、まあ本当はですね、このスタジオがね広かったらね、まあ、ダンサーズにね、キャメルクラッチでもかけてね、ちょっとグイグイ引っ張ってね、いいですね、うん、
まあ、腰のね、そのね、あの硬くなったね筋肉を、ね、ほぐしてあげたいと思いますからね。じゃあ僕も一緒にあの四の字固めかけます。いいですね。いいですね。いいですね。もうそこまでいったらですね、もう最後ですね、あのトップロープからですね、ちょっとあのエルボーを食らわしたいなっていうね。うん、ね、いいですね。いいですよ。そう、もうね、そうですよ。王子飛べるんですかそんな。飛べるというか多分ね落ちるでしょうね。もう飛んでる姿じゃなくて、もう皆さん見た時に あ、ね、王子落ちてるなっていう。それがたまたまね、重力に任せるね。でたまたまそれがですね、はい、いいところに当たってるっていうね、はいはいはい、うん、そんなレベルだと思いますね。あれ結構ね、あの落ちるのを間違えると息止まりますからね。僕もずっと柔道とかやってたんでね、はいはい、もう、はい、もう背中から行くと行きますよ。背中からちょっといきますからね、うんうん、で肘もですね、これがね、あの上手く当たらないと、あ、自分の肘を痛めちゃうっていうね。わかりますね、うん、自分の肘がねクラッシュしてしまうっていうね、うん、はい、そういうことがございますんで、自分の肘が、そうなんですよ、ね、気をつけながら、クラッシュギャルズですからね、自分の肘がクラッシュギャルズするんで。おだまり、そうなんですよ。もうね、ライオネスですよ。おだまりライオネスアスカですよ。そうです、本当におだまり、うん、ね、もうあの時代のですね、まああのこうレトロな感じのあの水着がよろしいですね。ああ、いいですね、うん、はい、また今のね、まあ、若い方のね、女子プロレスラーってもう華やかになってますので、ちょっとね、アイドル系の感じぐらいにこうコスプレのような状態のね、はい、コスチュームが多いもんですから、まあ、今はまたそれでね、見栄えがいいのかわからないですけどね、まあ、王子の、うん、ですよね、なんか、うん、我々の世代ってこうなんかなんだ、あのアイドルの水泳大会とかにこうドキドキしたような世代なんで、ザ・水着ですよ。はい、うん、もうそれでね、もうあのもういろんなこと技かけてもらっちゃうとね、まあ、あの王子もね、もうドキドキしちゃうもん。もうちなみに 王子って子供の頃好きだったアイドルとかっているんですか？アイドルはですね、ちょうどですね、うん、まあ、まあ、堀ちえみさんとかですね、あそこら辺の小泉京子さんとかですね、早見優さんとかですね、まあ、そこら辺の年代の、あのアイドルはね、大好きでしたね。あのいろんなあの、まあ、おにゃんこクラブもね、あのちょうど流行ってた時ですけどね、うん、はね、あの、うん、結構そういう形で、まあ、コンサートというか、まあ、リサイタルというんですかね、なんかそういうものもね、あの行ったこともありますけども。あのね、何のコンサート行ったんですか？あのね、まあ、いろいろ行ってるんです。であの堀ちえみさんの時はですね、こう前から2番目で見てて目があったというかね、本当にね鼻血出そうでしたよ。本当にもうあれこそ本当にびっくりしちゃいましたね。でただですね、まあ、大学の頃にですね、すごい上手なね、アイドル好きがいまして、はい、小泉京子さんのね、汗を拭いたこうタオルをね、あの、まあ、投げたタオルをね、あの取れたらしいんですよ。でそれを、ね、あのビニール袋に入れて、まあ、そのパックできるようなビニール袋あるじゃないですか、はいはいはい、それをですね、半年以上ずっとそのまま保存しといて、ね、まあ、その半年ぐらい飽きた途端にぶっ倒れたって言いましたね。それセクハラです。でどんだけアイドルで、ね、すごく可愛くてあれでも、で、あの汗のかいたタオルを、うん、半年ほっかといたらとってもあの大変だったって言ってましたよ。それセクハラです。なかなかその、ね、その子もチャレンジャーだなと思いましたけどね。なかなかチャレンジャーですね、うん、あ、だから大切にして、ね、ね、置いたのがあの、逆にちょっとあの、悪い方向に行っちゃったみたいな、ね。ずっとあの机の中に食べたくなくて置いといた牛乳みたいな感じでしたもんね。そうです、そうです。教室の時、給食の時のね、はい、地獄を見るわよ、ね、なんか匂いするなと思ったらね、あの、はい、食べ残しのものがずっとね、炭の方に、ね、カピカピになってたっていうのがね、カピカピになってね。そういうことがありますからね。はいはい、そう、あ、そうなんです。ということは、あれ、はい、うん、あのスベリー先生もあれ？スベリー先生。こうやっぱり、はい、はい、スベリーです。ね、スベリー先生もやっぱりあの、はい、アイドルはやっぱり お好きだったんですか？僕は多分あの王子とちょっと年代が少しずれてるんで、おにゃんこの最後の頃ですね。はい。はいはい、そこから、はい、とか、うん、こうココとかそっちの方ですね、多分ね。あら。
こことかいいじゃないですか。ここいいですよ。はい、ここ山岡しか知らないですよ。ここ山岡皆さん知ってる？ジュエリーショップよね。そう宝石店っていうね。うん、ダンサーズが滑ってどうするの？いやちょいちょい挟みたくなっちゃうんだって。でもね、あのココとかね、あれココぐらいだとあの CC ガールズもそうなのかな？同じぐらいですか？ CC ガールズの時代ですね。そうですね。ですよね。でも CC ガールズはもう本当にですね、あの美貌でですね、テレビに出ちゃいけませんよ本当にもう、はい、もう若いお兄ちゃんたちにはね目に毒。うん、ですよね。こう、うん、ずっとこうあの学生時代から行ったこう焼き鳥屋が僕があったんですけども、はい、ちょうどねそこのもう一人しか座れない座席のところにですね、うん、こう向かい合いでずっと CC ガールズのポスターが貼ってあって、うん、あのそこの席に座るとずっと CC ガールズを見ながら焼き鳥食べれるっていうね。もうね、あの違う雰囲気になっちゃいますからね。違う雰囲気になっちゃいます、はい、ちなみにその横にあるのが武田久美子でしたね。本当にね、世代ですね。そう、貝殻で有名だね。貝殻で有名。でもですね、もうあの人もすごいですね。まあ、だいぶ年齢がねいかれてますけども。そんなこと言ったんだ。いや、だって、失礼、失礼、王子。いや、あの時はまだ20代とか10代とかでしょ。はい、で、今ね、まあ、私たちと同じような年代になってても、うん、あの美貌が素晴らしいですね。はい、うんうん、あれも素晴らしいですね、やっぱり綺麗な方はね。プロポーションもね、良さそうにですんで、さすがにね、そういったところを自分で保ってるところがね、素晴らしいなと思いましたけどね。はい、うん、もうそういうのだとね、もう本当に美熟女っていうね方ですからね、はい、もう王子も目がパチパチしちゃいますよ、本当にパチパチしちゃいますよ。お黙り。うん、高本さんからイエローカード1枚いきました。どこがイエローカードか教えて。どこがイエローカードだったかな、はい、ですよね。これ今アイドルの話をしてですね、はい、こう今ポスターの話をしてして、ね、その若い頃のその気持ちをねこうお伝えしてるだけなんですけども、はい、ね、どこがあのイエローカードなのか、うん、まだね全然、はい、ヤスさんがだいぶ年齢いかれてるって表現がはーってなってますよ。じゃあだからあ、まあ、10代とか20代の初めの方から比べるともうだいぶまあ、お母さんになられてますので、うん、そうですね、はい、うん、まあ、私たちと同じ年代になったということで、うんね、だから若い時のイメージからしてってことですよ、うん、まあそうですよね、はい、うん、まあ、それをね、まあ、言いたかったんですけども、あまりにもね露骨な表現するとですねいけませんので、うん、こう柔らかくねお話しましたけども、はい、まあ、本当はね、こう、まあ、居酒屋トークでございますんで、ね、何を言ってもいいんですけどね。やめて、やめて、公共電波ですから、やめて。滑りないとは、あれじゃないの、フリーダムじゃないの。はい、お黙り。ヤンキチさんから、武田さんの次は、インリン・オブ・ジョイと言って。ああ、もうね、インリンですね。まあですね、まあ、本当にですね、インリンもですね、まあ、今ね、台湾に、ね、お住まいで、そう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 、で YouTube もやってますね。ああ、そうですね、うん、まあ、あの頃と違いますよ、今はちょっと清楚な感じ、うん、清楚な感じ、うん、ね、すごくあれ、こんなんかあの頃とはね、あの頃すごいね、うん、ケバケバしい感じ、うん、だからね、あのリングであの M 字で座ってたっていうね、うん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 、まああれはもう皆さんね印象的だと思いますけどね、うん、全然今違いますよ、うん、だからまあそのギャップがいいのかもしれませんね。ハッスル、ハッスルの時ですよね。もう、はい、そうです、お黙り、お黙り、違うとこがハッスルしちゃうんだからもう困っちゃいますよ。ふざけるな。これはですね、はい、まあ、世の男性方は皆さんね、うん、まあ、そのハッスルしたい気持ちがね出てきちゃうと思いますけどね、はい、うん、まあ、それは普通でございますよ。そうですね、うん、ね、だからね、そうやってアイドルの方でもちょっとセクシー系な方とか、今だとあれなグラビアアイドルっていうのかな、うん、うんうん、でそういった方がね、うん、いろいろこうドラマ出たりとかさしてますんで、はいはい、うん、でもね、そういうグラビアしてる時のなんか際どいさ水着とか着てるのを、ね、はい、頭に浮かぶじゃないですか。でそういうのテレビもね、はい、ちょっとこうシリアスなドラマをね出ててもね、もうそのね、うん、顔見るだけでね、ちょっとそっちにねシフトチェンジされ、うん、されちゃうっていうのかな、もう頭の中が、はい、うん、ね、どうしてもね、どうしてもそういう風に言っちゃいますね。そういう映画残ってますからね、
残りますね。さっき嬉しかったのね、あのダンサーズさんからも、あのね、武田久美子の貝殻って出てきたのが多分日本の男性はみんなも頭の中に同じ写真が浮かぶってね、これはね、これはなかなかないですよみんなが同じ写真を思い浮かべるってまあそうでしょうね。だからそれがもう皆さん印象的で、はい、まあまあ、頭に思い、ね、浮かぶようなことじゃないかなと思いますけど、私は思いますけど、はい、貝殻ビキニの先駆者と思ってますよ。そうだね、うん、だからあれも、この間、ね、テレビでちょっと、ね、紹介されてましたけども、うん、海外なのかな、まあ、ちょっと国内かはあの忘れちゃいましたけど、あれ本当にね、まあ、ホタテかなんか食べてて、はい、うん、でこれを水着にしたらっていう風で、まあ、大道具さんなんかがなんか即興で作ったみたいな感じのあれみたいですよあ、これやったら面白いねっていう、うん、本当にだから誰か食べた後の本当の、貝殻、うん、だったらしいですよあれ、うん、だからもともと用意されてたものじゃなくして、うん、あ、これやったらいいよねっていうことで、うん、撮影の時にね使ったっていうのを言ってましたけども、それで名作ができたんですね。そういうことですね。だからもうパッとひらめきですよね。すごいですね。王子はもうその貝殻のね、もともとついたホタテが食べたかったもん。お黙り。あ、よかった今ポン出しまっちゃった。いや、それそのホタテが食べたいっては別にいいじゃないですか。うん、そうですよね。でそれをね、またね、王子が食べた後を使っていただいたっていうことだったらね。なおさら嬉しいですよね。地獄を見るわよ。その発想。え？その発想って普通じゃないですか？いや、貝殻まではいいんだけど、うん、自分の食べた貝殻をっていうところがさ、もう発想が違うなと思って。いやいやいや、なんかね、それをね使っていただけると本当にありがたいなっていう、まあ。ね、まあ、私はその場にいなかったですからね、うん、どうしても食べることはできなかったですけども、はい、うん、まあ、そういうエピソードがあって、まあ、お使いになられたっていうことなもんですから、まあ、それがもう大当たりでしたね。まあですね、調べようと思って武田久美子って言ったら、うん、武田久美子ホタテって出てきたんですけどすごいですね、うん、検索でしょ、うん、すごいですよ、貝殻って打つ前に武田久美子って打った時点でホタテが出てきたんですよ、うん、はい、うん、だからそれぐらい、ね、すごいですね、やっぱりもしかしたらですね、その、まあ、印象としてですね、よく手ぶらってあるじゃないですか、うん、ホタテでこうね、胸隠すっていうものよりか、まあ、本当にその貝殻の方が、はい、インパクトがね、皆さんあったというような気がしますよ、はい、うん、どうしましょうね、うん、それもね、今日上だけじゃなく下までそうでしたから、まあ、そこがねとってもいいとこだったです ね今日この時間帯に武田久美子の検索すごい増えてるかもしれない、まあ、多分今とりあえず私がねちょっと一つ増やしましたからね検索を、まあ、多分ねみんな見てるでしょうね。Google が驚いちゃうかもしれない、ね、なんで今日こんなに武田久美子の検索されてるんだろうみたいな。どうしたんです、はい、だからね、高田久美子さんだけで画像って打つだけで出てくるんじゃないですか。なんか、めいちゃんが、ね、進撃のめいちゃんがリンク先をこんな記事見つけましたきっとそれですね、はい、はい、それですねそして沖縄大好きさんが思わず検索しちまったじゃねえかっていやもうここですでにめいちゃん合わせて3ぐらいもう検索されてますからね。3検索いきました ね、まあそりゃするでしょうね、王子も知らなかったらね、見るもん、検索しに行くもん。なんか今調べたら美味しいホタテって武田久美子がやってますよ。あ、ちょっとあらねえ、紋別って書いてある。あ、じゃあ北海道、そうだね、北海道、ね、の、じゃあ、海岸で武田君が持ってるんですよ、美味しいホタテって。あら、あら、これは、うん、いいですね、これはいいですね、ホテル会社ならこれは絶対ですね、うんうん、これまたいい宣伝効果でございますな、うんうん、だからね、まあそういうようにね、若かりし頃はですね、はい、まあ、そういったものがね、よく見てですね、はい、うん、まあ今と違ってですね、規制も緩かった時代だと、こうテレビなんかでもね、うん、あんまりこういうの見ていいのっていうような、番組たくさんありましたね、はい、うん、うん、
こう名前言ってもいいのかな、このね、はい、夜やってるあの 11pm とかね、ウィークエンダーとかね、なんかいろいろありましたけども、はい、でお昼の番組もですね、はい、結構ね、あのルックルックこんにちはとかだったかな、あれも朝の番組、朝こんにちは朝の番組、なんかね、なんか、多分あの王子が言いたかったのは独占女の60分って、そうです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 、あそうです、あ独占女の60分ですね、そう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 、はい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 、そうですそうです、ね、あの頃はね、うん、あんまりそういうところはちょっと規制が緩かったですよ ね、 ね、まあそれはですね、うん、まあ王子もですね、まあ、ちょっとですね、あの母上にはちょっとこう見えないようにもう画面に近づいてずっと見てましたからね。わかりますね。まあね、あなたの場合コンプラなんてないですからね。まあその頃もコンプラって知らないですからね。今もね知らないでしょ。まあ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 。そんなことはなかったですからね。あ、カフボーイさんがね、バカ殿様のスペシャルの時のスゴロクでパンツ一丁のお姉さんがいっぱい出てきたやつとかって。そうですね。あれね、でもね、不思議なもんで、ああいうバラエティ番組での時ってね、そんなに興奮しないんですよね。なんか知らないけど、うん、なんか進撃のメンちゃんがトゥナイト2はって来てるけど、うん、トゥナイト2、トゥナイト2、うん、懐かしいですね、はい、だからまあいろいろですね、2っていうのがあったの、2、2だったんだよね、うん、うん、うん、そう、いや、監督ですね、うん、山本慎也監督ですね、監督がですね、いろんなそういうで、あのまああのお店をご紹介していただいてですね、はい、うん、うん、あ、こういうとこ、ああいうとこあるんだなみたいなね、うん、あ、 ありましたね、うん、お店の紹介ね、うん、ということでですね、はい、はい、盛り上がってるのか男性陣だけ盛り上がってるのか、もうむちゃむちゃ盛り上がってますよね。だから男性陣だけ盛り上がってる気がするんだけど、完全に居酒屋トークですよ、これ、いや、いいですね。ということで、はい、CM になります、はい、CM に入ります、はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご要約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。埼玉の郷さんがね、今日はおだまりが多いから嬉しい埼玉って。そう。じゃあメール行きますね。はい、はいはい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ダンサーズさん、みそさん、今日は主役の王子とゲストの山中さん、こんばん名古屋。名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、今日29歳の誕生日を迎えた沖縄大好きです。あら、おめでとうございます。おめでとうございます。コングラチュレーション。え、リバブいるの？
いりますね、はい、もう一度、はい、はい、どうぞ。お誕生日おめでとうございます。コングラチュレーション。なかなか決まったね。はい、これからもよろしくお願いします。それにしてもまさかの誕生日に滑りナイトとはビクビクこれは運命、必然、希望、絶望。滑り知らずの今日の放送がどれだけ滑るのか、ワクワク、ウキウキ、ビクビクしながら最後まで温かい目で見守りたいと思います。愕然だと思いますね今日はね、まあ、なんか申し訳ないですけどもまあね、まあ、居酒屋トークになってますので滑ることは、まあ、まずない感じですね。こう皆さんお黙りになられてもね。で、まあ、前半はですね、まあ、男性向けなお話をしましたので、はい、まあ後半はですね、やっぱりシティーボーイということで、ね、スベリ先生にですね、こういろんなことスベリ先生、うん、ちょっとこういろんなことをね教えていただきたいなということをご質問しますので、まだメールがありますよ。ございますか。はい、はい、これはスベリナイトに関係あるのかな、うん、いきますね。はい、王子みそさん、ダンサーズさん、こんばんは。こんばんは。最近情緒不安定のアンツバです。ほら、明日で今期のサトウキビ収穫が終わる予定の地元、明日は休みですが畑仕事と島を離任する学校の先生方の送別会も4年ぶりにあります。来週はベンビーさんのラストトークライブに行く予定なんで畑仕事を頑張らないとなんですが、何分忙しくて猫の手卵いや王子の手でもいいんで借りたいんですが、王子自腹で来てくれませんか。王子の手ね、今ね、うん、左手が特に悪いんですけども、はい、腱鞘になってますので、全然なんていうの、お使いになることができないっていうね、うん、もうそれぐらい使いもならないですね、うん、ちょっとね、はい、痛みがひどいもんですから、うん、どういうことと思ってね、なかなかね治らないんですよね。まあ年取ると ねそういったものも早く治らないですね。うん、だけどまあこれはちょっと今は言うのはやめておきましょう。後半は女性向けのお話になりますので今ちょっと言おうかと思ったけどね、さすがにさすがに止めましたよ。危ないですから、うん、山中さん追加しても参加してますね、うん、ワクワクウキウキ橋本聖子って、うん、ねちょっとねスベリ先生にねお伺いしたいのは、スベリ先生、うん、女性の誕生日とかですね、まあ、そういうイベントの時に、はい、もう恥ずかしがらずにこう花束をこう送れるタイプでございますか。あ、恥ずかしがらずに、いや恥ずかしいですよ。でも恥ずかしがりながら送りますよ。あ、いいですね。王子は王子ね、平気ですね、うん、別にそのこう花束とか、うん、はい、なんかそれの方がまあ、いろんなSNS なんかでね調べると、まあまあ、日本人の方ちょっとねそういうところが引っ込みじゃんのところがあるみたいですけども、うんうん、まあ、そうやって送られて女性はね結構喜ぶ方が多いっていうのをねちょっとね調べましたので、うん、まあ、それをねちょっと実践してるときはね、まあ、昔ですね、今は全然ねそういう機会はございませんけども、うん、昔は どういうシチュエーションで。ねこれはですね、うん、これね、またこう下世話な話になりますけども下世話な話なの全然女性向きじゃないですか、うん、じゃあ女性が喜ぶようなね、そうそうそう、で、はい、それはですね、うん、まあよく言う夜のお店の、ね、お姉さんでしたね、はい、うん、でお姉さんだったんですけども、やっぱり、まあ、お客さんの付きが悪い女の子とかだと、はい、そう、まあ、誕生日とかですね、まあ、バレンタインとかなんかいろいろイベントの時に、ね、お客さんからたくさんいただける方ならもう問題なかったんですけども、まあ、ちょっとそういう方でもなかった、うん、まあ、ちょっと喜ばせようかなというふうで、まあ、勇気を振り絞ってですね、はい、まあ、あまりこういうプライベートじゃないもんですから、まあ、いろんなお客さんがねお見える家になる中でですね、まあ、一応こうね、うん、まあプレゼント渡したことがありますけども、なんかそれがねかなりね嬉しかったみたいで、うん、なんかそういうふうにこう喜んでいただける
うん、まあそうやってね、あの喜んでいただけたってことがね、逆にこっちもね嬉しくなったってことはね、なんか昔ありますね。もう、うん、次の日からもういっぱい LINE とか来たんじゃないですか。あのそれは全然なかったですね。あのありがとうございますっていう、とってもあのそっけないやりでしたね。そっけなかったんだ。うん、まあ、多分あの裏ではあのちゃんとした彼氏がね、あのいっぱいいろんなことやったんだろうなと思いながらね、そういうプレゼント出したんだろうなと思いながら、うん、うん、まあだからね、あのまあ人助けとかそういう風なあれではないですけども、ちょっと、うん、そういうような形でね、あの、何にもプレゼントもなくね、一人しょんぼりするのもかわいそうかなという風で、うん、それもあの大したお花ではなかったですけども、まあ、ちょっと気持ち程度のものでね、うん、ちょっと差し上げたことありますけども、だからね、まあ、名古屋港で、まあ、東海地区の、まあ、感覚の関東のですね、まあ、特に東京のですね、こうハイソサイティな感じのね、うん、方々が、ね、いらっしゃるところで、こう女性にどうたプレゼントしたらね、あの喜ばれるのかな、まあ、それは気持ちと言われるはそれまでですけども、うん、そうですね、うん、まあ、なんかね、まあ、高価なものじゃなくしてもですね、ちょっとこう、うん、おしゃれな感じだなっていうようなものをね、送られたことは、まあね、スベリー先生あります？はい、いやもう私も最近全然ないですけども、はい、それは、うん、金額じゃないですよね、やっぱね、シチュエーションとかね、はい、そのお相手の方が喜びそうなタイミングで、そう、プレゼントとかするようにしました。でも結構お花も、うん、あのいろいろ選んで渡したりしますけども、なんかみんなでが3人が動いてる、はい、ちょっと今ね、はい、あまりにも固まるといけないもんですから、ちょっとあの膝を伸ばしてですね、うん、結構大変ですよね、そこでずっと座ってるのって。そうなんです、結構ね、もう固まってきちゃいますんで、もう、ね、立ち上がるときにね、硬くなっちゃってさ、こう痛い痛いって思いながら、うん、立ってるっていうね、そういうこともございますけども、わかりますね、うん、まあ、メールいきます、はい、よろしいでしょうか、はい、滑り王子さん、山中さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは、岐阜の9人のバーバーと申します。はい、ありがとうございます。今日の滑り対決、どんなお話が聞けるのか楽しみです。話が変わりまして、うちの4歳になる保護猫、名前はマヤ猫じゃないですか、うちの口で、真冬でもほとんど外で過ごしていて、いろんな動物を加えて帰ってきます。今までコウモリ、スズメなど、今日帰宅したらキッチンに20センチほどの鳥の鳴き殻がありました。鳥がかわいそうです。夫曰く猫はこんなものだよと言いますが、うんうん、猫ちゃん飼われている方にお聞きしたいんですが、やはりいろいろと捕まえて取って帰ってきますか。王子さん、山中さんは猫ちゃん飼われてますか、あるいは飼われたことはありますか、ということ。この王子ね、あまり猫得意じゃないんですよね。おー、うん、猫ってね、よくこれ取ってきて、うん、取ってきたっていう成果を見せびらす。ああ、そうですね、そう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 、なんですよ、ね、飼い主さんにね、お礼の気持ちで、うん、なんかそういうのありますね。ネズミとか持ってきますよ、うん、で取って見せるという、うん、そうですね。だからね、結構、まあ、野良猫もね、結構、まあ、この宮殿の近くで、ね、うろうろしてる時もありました、ありましたけども、うん、でまあ、飼ってる猫もね、私の知り合いなんかもね、まあ、本当にこう言葉通りの猫屋敷じゃないですけど、猫カフェじゃないですけども、猫のお部屋を作って、まあ、10匹ぐらいね、飼ってらっしゃる方もいらっしゃいますけど、でもやっぱり、ね、毛がね、かなりつくらしいもんですから、1日にね、まあ、5回以上やっぱりこうコロコロやったりとか掃除はしてるみたいですね、うん、だそういうご苦労もあるみたいですけども、まあ、猫可愛がる方はね、もう全然気にならないんでしょうね、うんうん、まあ、ワンちゃんなんかもそうかもしれませんけどね、うん、まあ本当にご、あ、僕は飼ってないですね、ペットは。もともと実家でも飼ってないですし、なんか覚えてないんですけども、ちっちゃい頃にペット飼いたいって言ったらば、 あんたたちの面倒見てるのにペットのなんか飼う余裕ないわよって母親が怒ったっていうのを後で聞いたことがあるんですけど、うん、まあね、子供たちがペットと一緒っていうね、それぐらいのあれじゃないでしょうかね、うん、まあ、でもすごい
可愛がられてるっていうことだと思いますので、うん、うん、まあ、王子あんまりそういうこともなかったですね。はい、うん、そうなんですか。うん、まあ、今現在は、まあ、特に、まあ、あの放置プレイの館にいますので、うん、これいろんな羊がたくさんいるんですけども、はい、あの全てね、あのこう見放されてるじゃないですけども、あまりこの相手にしてくれないっていうことがね多いですので、逆に言えばね、あの気軽でいいんですけども、はい、うん、ただ喋り相手がいないっていうね。もう1つメール来てます。はい、どうぞ。ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。オープニングのスポンサー読みが途中で止まったので何かあったのかと思いました。王子ついに放送事故、5秒止まったら事故ですよ。滑りナイト始まって以来の思考停止のマスク王子、これも全て山中さんのせいにしときます。あれ、山中さんのせいになっちゃってる。はい、テーマがフリーというわけで、誰でも滑るお二人の親父ギャグとかございましたらぜひよろしくお願いしますということです。あの王子あまりギャグとか言わないんですけど、うん、ただね、あんまり言わないですね。今あとめいちゃんね、はい、あの5秒があの放送事故ですよって、ね、あのおっしゃりましたけども、多分その5秒の間鼻息が入ってますんでふんふん言ってますので、うん、BGM 代わりになってますので大丈夫ですよ。あ、誰も反応しないね。危ない。親父ギャグがございましたらって書いてあるんですけど。はい、親父ギャグがありましたらお願いしますって。あ、ギャグというよりか、まあなんかそういったね、類のものはあの滑り先生の方が得意かなと思いますんで。うん、5秒黙って5秒ーん。5秒ーんってやつだね。お引き取りください。でもなかなかいいこうあれですよ。はい、ちょっとあんまりちょっとこういうギャグ先言わないんですけども、はい、ちょっと今日は気分が高まっていってしまいました。うん、なんか王子今好きだったな、それが。はい、いい感じでしたよ。なんか、はい、というところでですね、はい、もう結構なお時間になりましてですね、はい、ね、ここまで、うん、滑りトークということで進めてまいりましたけれども、はい、このままで終わってしまってはいけないので、山中さん告知をお願いいたします。はい、はい、はい、あ、何か告知あればお願いします。あ、はい、いつもみそにさんの上に書いてあります緑文字で、税理士法人ベスタックス、相続に強い、税理士法人でございます。相続でお悩みの方もしいらっしゃればぜひベスタックス相続で検索いただければと思います。はい、あとは私 YouTube 番組をやっておりまして、プロレスラーを夢見る税理士というですね YouTube 番組を、YouTube やっております。税理士なんですけども、喋っていることはずっとプロレスを喋っているということなので、プロレスラー税理士で YouTube 検索してもらうと僕がトップに出てまいりますので、はい、ぜひそちらも、登録、チャンネル登録、高評価お待ちしております。はい、以上でございます。ありがとうございます。相続に滑りはないですからね。はい、本当に高尾さんその通りですね。うん、滑りは相続できませんって。え、あ、そう、仕事は至って真面目でございます。そうですよ、はい、もうだからもうそれはでもね、こうやって王子と話してると、うん、なんか山中さん大丈夫かなみたいな話になってくるんですけれども、全く違います。だから今日さ、もう相続に関することはもう本当に、ね、このコメントのさ中でもね、頼れる先生です。こう滑ってるってないでしょ今日のお話の中で。いや、でもタコボさんイエローカードとか出てますよ。そう、ナノイエローカードが、ね、イエローカード2枚出ててね、王子実は退場だったんですよ、うん、本当は。もう立たせてくださいっていうふうに、うん、もう5分立たせて、5分立たせてください。そう、まあ、ちょっとこれもちょっと控えときます。はい、うん、ちょっとこれも控えますけども、はい、お黙り。もう最後はですね、もうあとね、はい、1分少々でございますので、はい、スベリー先生とのですね、はい、トークももう終わりに近づきましたんで、最後の締めはですね、はい、まあ、私のね、アックスボンバーでね、先生をちょっと打ち抜きたいと思いますんで、うん、どう、なかなかこういい、どうって、ちょっといい感じであれでしたよね。ちょっと ベル出して失神しそうでした。そうなんです。そうなんです。もうそこがもう最高。はい、これもね、まあ、プレス好きな方だったらよくわかると思います、はい、ね、もう本当に今日はですね、ありがとうございました。なんかね、ありがとうございます。はい、ということで、エンディングです。はい、この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、
経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓アートワークウェブサイト FMJG 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田おやつと軽食の店夢屋相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさんグランレーナさんこちらの提供でお送りいたしました。はい、来週のテーマは先輩後輩です。はい、先輩後輩エピソードをお寄せください。名古屋 AA、ジョージさん、滑り込みセーフですね。ああいい感じだね、はい、おだまり。もうそしたらですね、もうすべり先生のことをですね、すべり先輩と呼びますので、もう王子もね、頭下げまくりですよ。FMJ 自身さん、フライングクロスアタックで、カッポーシさんがウェスタンラリアとお見舞いするわっていうことです。ジョークスラムで返します。あれまだちょっと時間あるね。ね、もうこれぐらいね、プロレス技のね、はい、やっぱ品評会ではございませんけどもね、たくさん出てね、とってもね、楽しくお話ができました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん来週も聞いてください。閉店ガロ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 。はい、皆様今日もお聞きいただきましてありがとうございます。今日のね、滑りナイトはね、いつもと雰囲気が違って、とてもね、中身のあるね、ちゃんとした真面目な話ばっかりだったでしょ。もうだから皆さんのね、期待したね、ちょっとこう路線の外れたようなお話がね、少なかったと思いますけども、今日はね、皆さん聞いていただいてためになることばっかだったと思います。うん、ありがとうございます。来週もね、楽しく放送いたしますので聞いてください。はい、ありがとうございました。山中さんの一声なかった。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。